俺の名は青し、篠森青し、青い紫と書いて青し、青い紫なんだから青紫でいいような気もするが、とにかく青し。誰だか知らないが、この文が読まれているということは、その傍らに俺のムクロが転がっているはずだ。誰だか知らない人、すまないが、できればこの樹海の入り口にあった四つの岩の隣に俺のムクロを葬ってくれないだろうか。手間賃は静岡の徳川義信さんに請求してほしい。怪訝に思われるかもしれないが、事件性はない。自分はこの地で剣術の修行をしていたのだが、どうやら昼に食したキノコが食べてはいけない種類のやつだったと思われる。さっきからめまいと吐き気が止まらない。これまでは詳しい仲間が判別してくれていたのだが、今回からは一人で野営をしているため種類を見誤ったかもしれない。無論自分も死ぬ気はないが、あらゆる可能性に備えておくのが組織のお頭の役目と言える。キノコのせいか、幻聴がする。今ここには自分しかいないはずなのに、耳を澄ますと何者かの声が聞こえてくる。次回のルローニケンシン明治剣客ロマンタンは第17話決着をお送りします。お楽しみに。それじゃんけんポーン。あら、なんだ最後の、あの声は抜刀斎のはずだ。なんだおろーって、どういう意味だ。押すならわかる、オラーもわかる、オラ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 もすごくわかる。だがおろーはわからん。常在戦場の緊迫感がない。あんなふぬけた声を出すやつに俺は負けたのか。幻聴、そんなものは関係ない。俺は今一度抜刀斎に会うためにどんな手を使っても生き延びてみせる。生き延びて、なんだおろーって、と問いただしてやる。誰だか知らない人、心配をかけてすまなかった。この文のことは忘れてほしい。自分はこれから薬草を取ってくる。キノコがなんだ、必ず自分は生き残ってみせる。キノコ、生き残って。少し前まで俺の周りにいた連中はこんな無意識のシャレにも爆笑してくれる気のいい奴らだった。誰だか知らない人、もし四つの岩に気づいたら少しの間だけでも手を合わせてくれるとありがたい。手を合わせるだけでいい。花はいずれ俺が持っていく。